はい、えー、皆さんこんにちは。あのロシアのですね、カミーラ・ワリエワ選手が、あの凄す,すぎて笑ってしまうとう息も超えて、えー、神の領域に入ってきているなというふうにすごく感じたので、えー、それをお話ししていきます。結論から言うと、羽生結弦選手やネイサン・チェーン選手など。 あの男子の世界トップ選手たちと戦っても互角に勝負ができるんじゃないかと思ってしまうくらいのそういったあの演技でしたショートプログラムなんですけどもねちなみに女子は4回転ジャンプがショートプログラムで入れるのは禁止されてますからあの比較することはできないしプログラムコンポーネントの面でも ×0.8 点ということで男子よりもですね点数が割りかし下がるんですよ、うん、でもですね もし本当に男子のルールで、神稲選手が戦っていたとしたらですね、これ結構やばいとこまであのいい勝負になるんじゃないかと、全然金メダルも目指せるんじゃないかって思うくらいですね、もう笑いを超えてしまうぐらいの出来だったんで、えー、お話ししていきたいと思います。まず一つ目、体型ですね。うん、あの彼女、これ、ショートプログラム、音楽がですね、インメモリアム、インメモリアムっていう曲で滑りました。 はいあの結構この曲ですね、あのエテリチームだったら、まあ、こういった曲選ぶよねっていうのはそういう曲だと僕は思いました。うん、あのなんかそういったエテリチーム風な曲だなと僕は思いましたね。はい衣装も素敵な感じで。うん、でね、あのまずこう体型を見ていただきたいと思います。うん、この体型がね素晴らしいんですよ あのー、細すぎるわけでもなく、えー、別に太っているわけでもなく、いい感じのベスト体型だと僕は思っています。こう非常にこうスポーティーな感じ、スポーティーパンサーというかね、まあ、そういう感じですね、本当ね。はい、で、まあ、スポーティーな感じに加えてです、ね、さらにしなやかさも持ってるんですよ。スポーツでありながらかなりしなやかさ、スポーティーな部類でもかなりトップ,ループ、そして柔軟性もかなりすごいというところで。 ててにおいてあのバランスがいいんですよでバランスがいいんだけどそのバランスがもうフルなんですよつまりあの基本的にこういうなんか円グラフがあったら例えば、まあ、これね、えー、こういう何かありますなんかこうねジャンあの強さとかね、えー、ここ柔軟あのすいません色を変えますけど、えー、ここ強さここ柔軟性 なんとかなんとかってやって、まあ、基本的にこうバランス、バランスのいい人ってはこういう真ん中あたりでこうやって推移することがありますよね。で、あの、極端、極端な選手になってくると、例えばジャンプだけがすごかったりして、こういうね、こういう感じの円グラフになってすしますよね。でもですね、カビラ選手はですね、もうい、もうはっきり言います。こうです。はい。もうね、こう。もうこうですよ。<laughs> もうねすべてがねあのー、もうバランスがいいだけじゃなくてすべての要素がもうフルですね。はいフル,フルティーンと言ってもいいぐらいです。うん、もうフル10ですね。はいもうそれくらいやばいです、うん、このショートを見る限りねだからもう何て言うのかなもうあの文句のつけどころがないですね。うん、演技を見ていてもとても華があるし。 えー、もう本当にね、もうすごいジャンプもスピンもステップも、えーまあ、これをシークエンス的な動きですね、柔軟性の、例えばそのアラベスクもね、ものすごいこう柔軟性を持ってるので、えー、もう本当にこの体型を見るだけでもね、すごいんですよ。うん、で、あのこういった、うん、キャンドルスピン、見てください、これね、これキャンドルスピンっていうのはあのビ、ビールマンスピンっていうのはね、ありますが、それの進化系だと思ってて、まあ、これ見ている人ですね、ちょっと足がもう、 この頭よりもこちらの側の方に行っちゃってますよね。もう180度を超えて190度ぐらいで、ね、行っちゃってんじゃないかっていうぐらいの、ね、勢いですよね。いやほんとねあの、もう柔軟性の限界です。うん、で、あの、エテリチームって、昔、ちょっと昔はですね、まあ、すごいジャンプだけが得意な。 選手は柔軟性が少しあの落ちてしまうっていうあの特徴がありました。特にあのあのトゥルスワ選手ですね。はい、アレクサンドラトゥルスワ選手は4回転ルッツや4回転フリップという非常に難しい種類のジャンプを飛んで革命を起こしたんですけども、彼女はね。 あのスピンの柔軟性が少しないかなっていう印象がありましたでスピンも少しスピードが落ちてしまうということがありましたしそれからあのトリプルアクセルがねえっ、ー、と今回も点灯してますのでまぁ、あ、少しやっぱ苦手な意識があるんですよでカビナバリエワ選手はそういった難しいジャンプを決めながらですねこういった柔軟性も持ってるんですねでこの柔軟性の部類でもですね多分世界トップ ななじゃいいかなっってて思うくらいの柔軟性持ってますそれからこれスピンだけ、あのー、今キャンドルスピンですけども他にもですねコンビネーションスピンの独創性スピンのあのー、独創性これねこれピカイチですようん。 あのいきなりこう、ね、あの Y 字スピンに入り方が面白かったりとか、ドーナツスピンのドーナツスピンっぽくないあの新しいドーナツスピンですね、頭がこう食い込んじゃうようなドーナツスピンですね、不思議なあの独創性のあるドーナツスピンを見せていきます。これも彼女ならではでですね彼女ならではのスピンも結構入っているということです。でこの独創的なあの、ねスピン あの形っていうのもですね評価の対象になりますからあのとてもですねあの鬼なんですよはい鬼なんですね神とか鬼とかなんですよはいそういうことになってるんですのでちょっと手ごわすぎるだと思いますこのままあの北京で演技しちゃったらちょっとねあの勝てないんじゃないかなうんもうほんとそういう域ですねはいこれを超えるというのはあの相当なねもうあのまあショートプログラムでもですね あの4回転ジャンプ認められて、4回転ルッツ、4回転ルッツ、トリプルループって難しいジャンプやんなければいけなくなっちゃうぐらいね。まあ、あのそれもカミラ・ワリエさんね、突破できちゃうっていうぐらい、もうね、ルールを超えな、なもうルール限界突破のね、あの、なんだ、ルールの中のもう限界ですね。もうそれをこう、そこにこうね、えー 足ががついいててるかなっていう印象がありますね、まあ、あの今回ジャンプに関しては、まあ、トリプルルッツトリプルトーループですからここがねトリプルループになってくるともう本当にもうねあ参りましたっていう感じなんですけど今回トリプルルッツトリプルトーループですからねはい。うん でえっと、シェルポコワ選手も、あのー、4回転ルッツとか、まあ、難しいジャンプ飛べますけどもトリプルアクセルが確かできなかったんですよね。で彼女も柔軟性が非常にあるんですがちょっと、ね、ジャンプの面で例えばルッツとフリップとか少しグリ回転してるかなと氷上で回ってから回転してるかなというイメージがあるんですがこのカミラ・ワリエワ選手はです、ね、どのジャンプも正確に飛ぶそして高さ、幅、スピードある。 そして、エッジですね。あのー、まあ、ちゃんと回転を回って降りてくることができる。ルッツフリップもちゃんと踏み分けができている。あの、完璧なんですよ。うん。どこのポーズ、どこの、あのー、そういったポジションを取っても完璧にジャンプを飛ぶことができるので、恐ろしいということです。でね、あの、トリプルアクセルこれやってるんですけど、トリプルアクセル手を挙げてるんですよ。で、この軸、美しい軸ですね。 はいえー、これを安定的に決めることができますからこのクオリティでもう多分北京これ出場多分決定ですね、うん、あのこのまま行ったら普通に北京出れますねでもしこのまま普通に演技したら多分北京金メダルなんじゃないかってねもうあの思っちゃいました、うん、もちろんねあの精神的な部分とかねそういったところも大事かと思いますが精神力も多分 やばいいんじゃないかなか、うんも,ね、すすもうね、すすぎでもうね参りましたっていうか、もう多分ね、全世界が震撼するぐらいの演技だったなって思いますね。はいなので、あのー、まあ、カミラ選手あの、多分だけど、あの今、女子の中で一番すごいのかなと、今の段階では思いますね。はい、まあ、これからシーズン進んでいくとど,どうなるか分かりませんけどもね、うん、あのだけど、今このロシアスケート選手権、あの、 テストですねロシアのテストフィギュアスケート選手権のショートプログラム、インメモリアムを見る限りですね、ちょっとこのガミラ選手は怖いかな。 うん、あの、もうすごいすごい扉。うわ、すごいって拍手しますよね。で、その次がですね、あの神っていう領域があるんですよ。すごいの上には神領域っていうのは、神領域でもまだ拍手が起きるんですけど、あの、この神田選手がやったのは、もう拍手を忘れるくらいですね。もうなんかもう皆さんもその笑いとかを、拍手とかを超えて、もうそういった領域に行っちゃったんじゃないかなっていうぐらいの。演技だと、僕は確信してます。はい。 もちろんね、これは僕のあくまでも持論ですからね、えー、他にももっとすごい選手がいるよとか、そうは思わないよっていう人もいるかと思いますが、僕はね、ちょっとね、あの今日朝あの、見た段階なんですけど、えー、もうね、すべてにおいていいと、神を超えたなっていう、神領域だなと。 いいう,うに思まましたまだフリースケーティングを見ているわけではありませんから、まあ、彼女はもしかするとショートプログラムの方が得意なのか得意なというイメージがありましてフリーが、ね、少し精細を欠くことが結構あるんですよね、うん、だからフリースケーティングの様子を見なければ何とも言えませんね、はい、ですがこのショートプログラムを見る限ぎり相当、ねあのー、ものすごい選手だなというふうには思いますねはい、うんはい、そんな感じです はい、というわけで、えー、今日はカミラ選手についてお話ししました。えー、この後は、えー、視聴者日誌、視聴者ファン交流会の方をこのままやっていきたいと思います。はい、えー、それでは、ハイドさん、えー、こんにちは、ありがとうございます、えー。僕の陸上フィギュアスケートについてのコメントをいただきました。あの、最初に喋っていたのは、ロシア語ということですね。 うん、ちょっと忘れてしまったんですが、多分ね、多分ですけど、フランス語だと思います。誰かと話をしているシーンだと思うんですけど、多分フランス語ですね。で、えー、この時に演技をしたのは、三原舞ちゃんのザ・マジックだったんですね。このザ・マジックは英語だったと思います。また僕が多分喋っていたことだと思うんですけども、た多分フランス語なんじゃないかなと思いますね。うん、はい、えー。そんな感じでありがとうございます。 続きまして、ゆうのややさん、ありがとうございます。えー、こんにちは、えー。株さん、台風14号、動き気になりますよね、えー。しばらく同じようなところにとどまっているみたいです。ということですね。えーなんかそのまあ、いろんな気圧配置とかによって、まあ、ブロック されているのかなというのがあるわけですねとどまっている理由っていうのが、まあ、いろんなその、まあ、上空の風がです、ねまあ、こういう風だったりこういう風だったりこうやっぱこう、まあ、どっちにこう行くのか分かんないっていうのはです、ねまあ、上空でいろんな風が吹いてることがあったり、ね、あとは高気圧ですねえ北の高気圧やえ、まあ、こう西南の高気圧ですねブロックされてどっちに進めばいいのかっていう、ね、分かんなくなってるケースが結構あります。で台風は基本的に高気圧の 縁をこう回るようにね、えー、進むことがありますから、高気圧がですねこうやってまあ、上にも下にもこうあったりすると、えー、どっちに行こうかなっていうこういう風になっちゃうことがあるわけですね。でそういう台風は迷走台風っていう風に言いますね。はい。 瞑想っていうのはこう迷って走る台風、瞑想っていうふうに言ったりしますね。今回はそういった瞑想台風になっているかどうかっていうのは分かんないんですが、なんかとどまっているみたいですね。で、とどまっているときに、海水温が高い海でとどまっていると、ちょっとね、台風発達しやすいかなっていう感じがあるので、今後の動きに注意が必要というふうに思います、う。ん で今週の後半にかけて本州に進むみたいなことを言っていましたということなんであの、まあ、僕もちらっと台風情報を見たんですけど台風はですね、まあ、この前もお話しした通り日本の右側、あすみません、日本の左側ですね、日本の左側を進んでいくということです。 で九州のすぐそばを通っていって、対島海域をあの進んでいくという、少しこう台風が日本九州に近づいたら、少しこう東側にね、進路を変えていくようなあの、そういったコースになるということですね。でも、この前もあの台風あの,のお話をしたときに、あのですね、まあ 台風上陸しなくてもこういう、ねえー、まあここに日本がこうあってこういったコースを進むときはです、ね、台風の中心の右側です、ね、は台風の進行方向の風とです、ね、それから台風の反時計回りの風がコンビネーションしてより強まってくるということですので、ね、この進路は危ないということとそれから過去の台風もです、ね、あの今年はこういうふうに進んでいることが多いですよね。で今回、台風14号は少し勢力が強いということですので で、まあ、同じような進路を進む上に、あの台風の勢力が強いというのはまあ、結構警戒が必要だなと思います。まあ、この前ね、9月になってくると、あの海水温っていうのは8月よりも9月の方が高いんですよ。うん。まあ、これはお鍋と水の関係ですよね。はい、あのお鍋が太陽だとしたら水は海ですね。で、あのお鍋をすぐに熱してもですね。 この中にあるる水っていうののはは熱するのは少し遅くなると思います、まあ、なので、えー、そういった意味で、まあ、どんなに太陽が強くても、ですね、あのーまあ、あの8月はそんなに水がまだ暑くないんです、9月にならないと、えー、最高にはいかないわけですね。はい、なので、この台風の動きには、えー、まず注意をしていただきたいと思います。 はい、えー、そして、えー、高橋大輔さんは意外と力持ちなんですね。ということのなんかね,あのね大ちゃんはカナ、えー、選手をこう持ち上げたりとかねあのリフトのところでもこう、ね、片足片手でこう持ち上げていますのですごい力あるなっていうイメージがあるかと思いますがあのアイスダンスのトレーニングは陸上でも僕少し見たことがあるんですけど、まあ、相当こうね陸上トレーニングとかをまあしているようですので、まあ、そのアイスダンス用の筋肉をね、えーまあして るために必死にこうねリクトレとかもされたんじゃないかなって僕は思いますね。うん まあ、ウエイトトレーニングとかもね、かなり、えー、こう積み重ねてきての結果だというふうにも思いますね、やっぱりね。うん、で少しあの高橋さんね、あの少しこう色が、あの肌の色が黒くなっていますよね。だから多分、あの夏合宿とかなんかでね、あの外とかに出てですね、えー、たくさん焼けたんじゃないかなっていう,いうふうに僕は思いましたね。はいアメリカで練習されてるのかな、うん、関西だったかなあの ちょっとあれなんですけどもね、はい、ええまあ夏の日差しとかにね焼けたという感じだと思うんですけど、はい、えーで株さん練習なのでたっぷり寝た方がいいですよ。 私もこれから二度練習します。ありがとうございます。えー、昨日はおかげさまでぐっすり寝ることができて、今日ね、これから練習行くんですけどもね、うん、あの、今日練習に行く前に、あの、河川敷を通ってる、ね、すすきがあるかどうかもチェックしながらということですね。はい。今日はヘンドリックスいるかどうか分かりませんけども、久しぶりの練習なんでね、えー、ちょっとあの集中して頑張っていきたいと思っています。はい。えー、そんな感じです。 え続きまして、えい武藤さん、は、え、じ、ー、めましてかなと思います。はい、えー、こんにちは、えー、ありがとうございます。えー、カブ君ぶ4つの説明、ありがとうございますで。こちら4つの説明っていうのは、あの、羽生結弦選手がなぜ、えー、カナダのクリケットに行かないのか、その理由について、僕はあの推測してお話しした内容だと思います。はい えちょっとあの、まあ、そういったお話についてのコメントですね。で譲君の気持ちと一致しているかは分かりませんが、えー、もしそうだとしたらですね、えー、強い意志をお持ちで、えー、頑張っているということですね、まあ、おそらくそういった何か覚悟を持っているのかなっていうのはあの羽生選手のね、えー、表情からもね、えー、なんか見受けられますけどもね。うん、でも今のところ羽生選手はあの周りにこう自分のね あのその姿っていうのを隠してるっていうかね結構そのまああのなんだろう結構周りからこう遮断してね練習頑張ってるかなっていうイメージがあるかと思います他の選手が積極的にこうね周りに配信をしながらえあのね取り組んでるっていうのがあるんですけどハ羽ピ君は結構ね最近はもう本当に周りには知らせないようにね新しいプログラムもねえまあ内緒にしておきながらこう頑張ってるのかなっていうイメージがありますまあこれが仙台の いなんて言ったりしますよね。うん、えー。怪我に気をつけて頑張ってください。応援してます。ということでね。うん、あとは羽生選手に対してのメッセージかなと思います。僕じゃないですよ。うんどっち。どっちだろう。うん。ということなんで、はい。えー、なのでね、えーと、一応僕も怪我に気をつけて頑張りたいと思います。羽生選手も怪我に気をつけて、えー、頑張っていくということですね。はい。えー、そんな感じです。 まああのもうきつ付け加えると、今年はもう何はともあれ、4回転アクセルですからね、本当にあの、まあ、一歩間違えれば大きな怪我にもね、つながっていく、まあ、そういった怪我のリスクをね、超えてもね、やっぱり4回転アクセルに対して、強いこだわりをね、持ってるんだなっていうのは感じますよね。うん、だから、ファンとしてはまあ応援していくと、それしかないと、見守るということだとまあ思うんですけどもね。うん はい、えー、そして梶原さん、ありがとうございます。宇野昌磨選手についてです。えー、宇野昌磨さん、飛べなくなったジャンプは4 l を4回転ループのことでしょうかということなんですが、おそらくなんかそういう感じみたいです、4回転ループが、まあ、あの飛べなくなってきてしまっているよということみたいなんですよね。うんまあ、あのこの前も、ね、お話ししましたが、えー、復調、復調していく中でもやっぱり波というのはありますからね。 波をこう打ちながらこう成長していくのかなと、えー、安定していくのかなっていう感じはありますね、はい。練習では飛べるようになってきて楽しみにしていましたが。 えー、その後また調子悪くなっているとしたら心配です。えー、どのアイスショーかということですね。4回転トーループ、トリプルトーループも完璧に飛べ、えー、自信もついているようです。あのね、僕はね、あのこの前もお話ししたりあり、あの4回転ループもそうなんですけど、4回転トーループ、トリプルトーループの方が僕は大切かなと思っています。はい。やっぱりですね、あのー、やっぱ2つ目のジャンプが、 あのやっぱダブルトーになってしまったりとか4回転トーループ着氷はするんだけどオーバーターンをしたりとかちょっとこらえ気味にね着氷したりとかっていうことが4回転トーループっていうねまあ,あの4回転自体非常に難しいんですが4回転の中では一番簡単な種類の4回転トーループがですねなかなかこう決まりで 決まりづらかったっていう部分が宇野昌磨選手特徴としてあったわけですよね。まあ、そういったその四回転とトリプルトーループがですね。ええー、まあ、決まるようになってきたっていうのが、まあ、僕は宇野昌磨選手にとって、ええ、復調の兆しというふうに僕は思うので、これがですね、まあ、アイスショーで綺麗に決めたっていうのは、まあ、宇野選手は昨日もお話しした通り、あの、えっと、まあ。 アイスショーと試合とそれから試合 A 級試合、B 級試合とか小さい対象にかかわらずですね練習と本番が近いと思うのでアイスショーでここまできれいに決めているということは結構調子がいいのかなというイメージはありますねで JO ジャパンオープンにも出る予定ですのでスケートアメリカもすぐなので気になりますあのここまで来ると本当に本格的にシーズンが始まってくるのかなというイメージはあるんですけど、えー、注射の件ですがあここからあの 注射に変わりますがあの僕ねこの前ブスって注射をしたらちょっと打ち所があまり良くなかったみたいでえー、朝ができて今も治りませんが、えー、そのお話に移るんですが私も一度で、えー、採血はまず一度ですみません。 えもううんざりで、ついこの間も4、5回ね、梶原さんがねあの、されてしまったよということでね、4、5回された挙句えー、別の看護師さんで成功しました。いやー、あの、太いありで4、5回きついですね。僕、1回だけでもうギブアップですね。はい。えー、なんか、うん、あの、別の看護師さんで成功しました。あざも9月2日によって今消えてます。ということなんで、ということは、本日は、本日は9月の12日かなと思うので、 えそうですね。もうあの10日間ぐらいかかってるよということなんですよね。いや、でもなんか4、5回も歌えたらきついな、それは、うん。きついですね。あのブスブスをね、やられるのは嫌ですね。うん。あざもね、広がっちゃうと思うし、穴もなんかね、気になりますけど、なんかね。 えーまあ、ベテランの看護師さんはなんか痛みを感じないっていうふうにね言、えー、う方もいるので、まあ、やっぱりその、まあ、まだこう経験が浅かったりとかね注射が苦手な看護師さんもいると思うんで、ねまあ、やっぱり運なのかなっていうところもあるとは思うんですけどあの看護師お願いしますって言うわけにはいけませんからね、うん、なかなか難しいんですけどもこれはうん。 なんか注射はしないで他になんかに採血をする方法があればいいなって思うんですけどねあのブスって吸わなくてもね血が取れるようななんかあったらいいですけどねなかなか。 あれでですかね難しいんでしょうかねね難ししいょうやっぱり血を取るっていうのは痛みが伴って当然っていうのがやっぱりあるわけで痛みが出るから血が出て,るって出てるっていうことに気づくわけですからね痛みっていうのは人間のその反応なわけで、えー、血がこう出てかないようにする反応なわけですからねだからまあそれがなくなっちゃうと逆に恐ろしいですとは思うんですけどもね、うん、なんかブスって刺さってるのに痛くないっていうのはねあの血が出続けてるのに痛くないっていうことですからね、うんはい、ちょっとそういうお話になっちゃったんですけどもうん。 はい、えー、そして、ゆいのややさん、えー、ありがとうございます。えー、今度はですねあの、テニスのお話です。テニスですね。カブさん、テニスの全米オープンテニスの女子で、えー、世界ランキングでいいのかな世界、えー、と150位のですね、えー、18歳の、えー、ラズカヌという選手が、 ノーシードからですね、1セットも失わないで優勝したということで、これは素晴らしいニュースですね。で、えっと、18歳だから、あれかな、経験も少ないから世界ランキングは小さいのかなっていうイメージがありますが、えー、その選手がノーシードで、えっと、1セットも失わないで優勝できたということなんですよね。はい。うんうんはい、えそして、イギリス女子の優勝は44年ぶりだそうです。 決勝も10代対決で、えー、これも22年ぶりだそうです。えー、テニス界盛り上がりそうですねということでね、うん、なんかあの盛り上がっているようですが、まあ、日本はどうでしょうかね、日本の選手たちはなんか盛り上がっているんでしょうかね、まあ、そこはちょっとよく分かりませんが、えー、世界ではテニスで盛り上がっているよということみたいです。 うんまあ、あのそういった管理の選手がね、管理のランキングの選手勝つことがあるっていうのは革命な感じはありますが、まあ、彼女は、まあ、まだ若いので、そういった意味で、まだ経験的にっていうことでね、あのまああのまあ、世界ランキングを引くのかなっていうイメージがあるんですけど、これからね、あのまあ、こういったところでこう、まあ、メディアも注目すると思うので、えどんどんこう出てくるんじゃないかなっていうイメージがありますけどね。はい、えー、そして、ヤ谷さん。 ありがとうございます。もう一丁、僕の陸上フィリアについての動画ですね、えー。靴を履かずに地面の上で靴下ということでした。これはですね、僕の隠れ家ですね。隠れ家で、 えー、ジャンプやっんかあの,あのそうですねお庭に出て、えー、陸上で回転したんですその時にねあの下の方はレンガになっていましてそレンガの上であるんだけど靴ではなくて、えー、靴下でジャンプしました僕はねあの靴を履いて陸上フィギュアをすることは結構苦手だったりするんですよ、うん、だから、あのーまあ、結構靴下になっちゃうんですけどもね、うん、靴下とかそういったところで回ったりするんで、まあ、ボコボコになったりしたり するので結構僕はあの穴がいいてる靴下多いんですよね、うんはい、なのでね、まあ、皆さんぜひね、えー、靴下、あの外でやるときは、なるべく靴を履いてね、やっていただきたいと思います。まあ、基本的に僕は家の中でね、あのくるくる回るので、あれなんですけどもね。うんはいえー、というわけで、皆さんこれで以上です。こんな感じであの以上になります。今日はたくさんコメントまたいただきまして、ありがとうございます。まあ、それにしても、ロシアのね、えー、テストフィギュアスケート選手権が、 あのすごすぎて、ですね特に神田選手がねあのものすごいパフォーマンスできているということですので、えー、ちょっとね、またフィギュア界、またもの、まあ、すごい盛り上がるのかなという感じはありますが、えー、皆さん、いかがだったでしょうか。うん、ではね、えー、これで以上です。ありがとうございました